はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加用真理乃です。今日はですね、ホテル業の現状を皆さんにお伝えしようと思って、これは本当にですね、ひどいです。世界的なコロナ、コロスケウイルスの影響で、いろんなね、団体業種が影響を受けているわけなんですが、日本政策金融公庫の調査によればですね、売上の減少が 80% 以上起きたというふうに答えているのは、全業種の中で 14.8% に及ぶそうです。 80% 以上の売上が減少というのはもうほぼですね、もう死に近いレベルなわけなんですが、特にですね、ホテル業はその中でもかなりひどくて、全業種 14.8% が売上 80% 以上落ちているんですが、ホテルはその中でなんと 38.2% に上ります。それから資金の調達も最大規模で 38.3% が5000万円以上の資金調達を行っているということで、皆さんですね、本当にひどい、苦しい状況にいるということです。で、飲食店と違ってホテル業界というのは扱う数字の、ね、規模も莫大、変わってきますから、そこらのですね、小さな飲食店とは、規模もわけが違ってくるので、簡単にですね、閉めるってこともできず、ただ今を乗り切っていくという苦しい現状があるんだなというふうにも感じます。で、毎月ですね、その外国人の宿泊客というのは公表されているんですが、いわゆるインバウンドですね、外国から日本にやってきて宿泊していく外国人というのは毎月 99.9% 減していっているそうなので、もう外国人というのはいないに等しいと数字になってきてしまっています。たまに外国人の、ね、方街中で見かけますが、彼らは、ね、一体、何なんでしょうか。日本で働いている外国人というだけで観光客という感じではないかなという気も、します。オリンピックがね、東京オリンピックがあるというふうに言われていたので、1月までホテル業界っていうのは過剰は本当に設備投資を行っていたと思います。過剰っていうか、オリンピックがあるんでね、当たり前だと思ってたんですが、もう儲かってしょうがないという状態があって、で当然外国人のね、観光客もうなぎ登りに上がってましたから、ホテルもね、どんどん建設していた。でその中で、特にアパホテルはですね、コロスケウイルス騒動の前は1泊1万5000円とか、していた宿泊費がなんと今3500円くらいで、ね、泊まれますから、価格がね、もう崩壊しきっていると。でアプリ登録すればね、確か2000台になったのかな、忘れちゃいましたけれども、もうね、本当に大変だなと思いますが、どうしようもね、できないと、ただただ耐え忍ぶしかないという現状なのかなと思っています。その中でも一際目立つですね、四ツ谷にあるニューショーヘイというですね、ホテルがあってですね、これはですね、なんとすごいんですよ。SNS に写真付きで、宿泊体験をアップロードしたら、なんと宿泊費が無料になるというキャンペーンをやってまして、 SNS でめちゃくちゃ話題になりました。各ね、ホテル旅館業界は SNS を使ってどんどん話題を作っていくということに、頑張ってね、そういったプロモーションにシフトしているんですが、この入賞兵は、アップロードで宿泊無料、そして、そのホテルに併設しているバーがあるんですが、このバーはね、飲み放題、かつね、ワインまで、一部無料で提供するというようなね、ことも、大胆な戦略も打ち出して、SNS にとかでね、少しでも話題に引こうと頑張っています。で、SNS といえばですね、少し話題になりますが、ハイキー前提運さんというね、方がいらっしゃいましたね。ツイッター上で、GoTo トラベルですね、 GoTo トラベルを利用して、少し高めの旅館をですね、宿泊するんですが、その宿泊旅館のですね、ご飯が非常に豪華なんですね。写真アップロードしてるんですよ、そのおじさんが。その豪華で、すごくね、いい食材とかね、品の量も多く、一見見るとね、素敵だなと思うんですが、なんとですね、それに対して文句を言うツイートを投稿していたんですね。GoTo トラベルを利用したんだけれども、この量、なんていうのかな、こんな高級食材がたくさん出てくるのは、なんかその本当に客が求めてることなのかとか、これはただの廃棄前提で出してきたんだろうとか、そんなことを詰めて、旅館のおもてなしをね、
そんな素直に喜べないなんて、なんかお前終わってんなみたいな感じで、炎上してですね、廃棄前提おじさんという言葉と、旅の体験価値という言葉がね、一人歩きして少し話題になったんですが、そのホテルはですね、なんと、その廃棄前提おじさんが、悪い方でバズってしまったので、ホテルに同情の声が広がって、まあ、ホテル素晴らしいよねと、そう、おもてなしの精神がすごいよねってことで、予約が殺到して、まあ、今はね、予約が止めない状況にまで至るという感じだそうです。まあ、これはね、偶然のプロモーションっていうか、やろうと思って、ね、ホテル側がやったわけではないと思うんですが、やっぱりこういう SNS の力というのは、莫大なものがありますから、こうやってね、四ツ谷の入賞兵みたいにやっぱり頑張っているホテルもあります。まあ中にはね、これ全部のホテルが全部こうやってできるわけじゃないと思うので、やっぱりこれ一部の例に過ぎないんですが、とにかく全体的にね、回復しなければどうしようもない。ただこれはね、どうやってもね、促進したとしても、国がね、ホテル泊まってくださいと促進したとしても、なかなかやっぱり客さん戻ってくるのは大変なのかなという気もしておりますが、まあ、アパホテルが潰れたらいよいよやばいなという気もしています。まあ、大丈夫と信じておりますけれども、ホテル業の現状としては、もうね、売上の 80% 以上が、38%ダウンしている業種がほとんどだよということを、まあ、皆さんに今日は知ってほしくてですね、取り上げさせていただきました。まあ、過剰にね、コロナというのもあれですけど、まあ、相当期間経ったので、皆さんもね、そのコロナに対してはどう接していくべきか、どんどん一人一人がね、知恵みたいなのつけてきたような気が最近はしております。まあ、ただ未だにね、こんな暑いのに電車でマスクするっていうのは非常に嫌ですけれども、何ですか、忖度マスクっていう言葉があるように、マスクはもうね、みんな、コロナの感染予防というよりは、そのお互いがお互いに忖度して、そういったね、ちょっと探ってるような、ね、感じでマスクをしていくような、まあ、世の中またちょっと別に、ね、変化してきてるなという気もしていますが、まあ、いずれにしてもホテル業界の現状というのは未だに悲惨ですので、なんとかですね、今年度は菅さんですかね、菅さんが総理大臣になるということで、ここはどうにかね、手を差し伸べてほしいなと思う次第でありました。ということで、今日は皆さん以上でございます。最後までご視聴いただきありがとうございました。